ブリーチブリーチの登場人物森帝13体。森帝13体は、漫画、ブリーチに登場する、架空の警察、軍事、治安機関。本校では組織の概要とそれに属する、登場人物について記述する。ミュージカル版の俳優については、ロックミュージカルブリーチを参照。創設者は山本元柳最重国。鹿場ネタマシ会の護衛を及び現世におけるコンパクの、 保護、虚の退治などの任務をこなす実動部隊。13の部隊で構成され、1体200人強、総勢3000人程度が任につく。全権を握るのは総隊長。任務内容ゆえ、部隊内階級は完全に戦闘能力のみで決められており、上位席間ほど強い。特に副隊長及び隊長はその中でも飛び抜けて強いものが選ばれる。 各隊とも、主義、気風が多分に異なっており、これは、現、各隊隊長の性格や人柄によるところが大きい。小説版では、一定の階級以上になると、住まいが提供され、隊長、副隊長になると、邸宅に住めるとのこと。隊長職は、加えて何らかの職務を兼任することがある。二番隊,隊長ソイホ本は、恩密起動総司令官、十二番隊隊長。 黒土真由里は二代目技術開発局局長を兼任、元十二番隊隊長、浦原木介も技術開発局初代局長を務めていた。なお四番隊は治療、補給が専門であり、広報支援が高戦時の主体となっている。夜一の話では、サラボッケン八以外の隊長は全員が万字会を習得している。作中で万字会が判明していない。 現隊長は、イサムオン、舎上、リサの3人で、舎上は司会すら判明していない、唯一の隊長となった。さらに、司会の判明していない現副隊長は、お聞き場、七尾、聖音、家村、んの5人となった。1000年前の時点では、夕幅腐敗はモリテイトは、名ばかりの殺伐とした殺戮集団であり、その頃は、人の命を顧みもしなかったとのこと。 隊長就任の条件は、以下の体首試験に合格する、複数の隊長からの推薦を受ける、隊員200人以上の立ち合いのもと、現隊長を1対1の対決で殺すのうち、一つを満たせばよい。小説版によると、引退した場合は、残白党は、トロレーテイに預けるとのこと。夕浜派率いる、滅脚師との決戦後には、多数の大使が戦死したため、 補充要員として、マオレージュツイ術院の生徒に死神見習いをさせる制度が作られた。森邸十三隊の筆頭部隊で厳格な大使が集うエリート部隊。この隊に配属されること自体が大変な名誉とされる。なお、山本元柳再重国が総隊長を務めていた時、月一で大使を集めての茶会が開かれていた。千年決戦編では、夕幅、早、 ドリスコールによって、元柳斎や笹部べを始めた数の大使に、甚大な犠牲者を出した。現在は、隊長1名副隊長2名体制で率いている。隠密活動に引い出た大使が多い実践派部隊。本来隠密機動と森手13隊は別の、成り立ちを持つ組織であるが、前任の2番隊隊長であった四封印による一が、隠密機動総司令官を兼任していたため、 隠密起動イコール二番体直属の組織という色合いが濃く、二番体席官が隠密起動の養殖についていた。夜一失踪後、ソイホンが二番体隊長、隠密起動総司令官を共に引き継いだため、今も隠密起動イコール二番体といった色合いが強いが、必ずしも同一の組織ではない。また、音密軌動は本来死神として超越した力を持つ四大貴族。 四封ン下の当主が代々総司令官を務めていたが、22代当主であった夜一が失踪したため、四封ン下の人間でないソイホンが軍団長に着任したと推察される。なお、失踪した夜一の弟であり、現在の四封ン下当主である四封印シ志郎が、軍団長に着任していない理由は不明。かつてシマルやローズが隊長を務めていた隊。大社に、 柿の木を植えて育て、彼のいたずらや意地悪の被害に遭っていた大使も数多くいた。アニメオリジナルの展開編では、10の謀反によりタイの地位が低下し、3番隊は雑用までさせられた。千年決戦編ではバズビーによって、甚大な犠牲者を出した。治癒部門。主に霊力を治癒能力に変える能力に長けた死神が配属されている。 隊全体のサポート役としての役回りも兼ねる部隊。かつて藍染めが体調を務めていた隊。藍染めに習ってか、所属隊士の能力が総じて高いのが特徴。体調の規律や厳しさと副隊長の明け透けな性格が、隊の雰囲気にいいバランスを与えているのが特徴。人間関係の基本はまず挨拶からということで、6番隊では挨拶を奨励している。 千年決戦編では、S の都によって、多数の犠牲者が出た。出日豪憲、骨太な生き様を好む大使が多く、仁義を重んじる。犬が、タイのイメージとなりつつある。千年決戦編では、バンビエッタによって、多数の犠牲者が出た。経学と伊勢が隊長と副隊長をかつて務めていた、部隊。山本前総隊長が死去した後は二人揃って一番隊へ。 移動になったため空席となっていたが、千年決戦後は、リサが隊長に就任した。小説版によると、決戦後の副隊長は一番隊の七尾が、代行という形で業務を兼任しているとのこと。トロレー帝主語、死神たちに人気の機関誌、トロレー帝通信の編集、発行を担当している。シニ氏の隊長第一期時代では、皆暴走族のような服装をしていた。 室外屋の指導が行き届いているため真面目な隊員が多い。隊長と副隊長の性格が全く対照的なのが大きな特徴でもあるが、なぜか馬は合っていて、そんな二人を大使たちも慕っておりいい感じに運営されている。110年前の隊長は殉職したことになっている。劇場版第二作目では、 十番隊が護送していた、王院が何者かに奪われたことに続けて室ヶやが行方不明になったことで、室ヶ谷に謀反の疑いがかけられたことにより、この隊そのものが取り潰しになりかけた。戦闘専門部隊の異名を持つ。そのためか、作中ではやちる以外の女性死神の姿は見受けられない。コアをもてて、高戦的な乱暴者が大半を占め、十三隊最強を自負する。 11番隊員の中では、サラキ隊と呼ばれることもある。残白刀は直接攻撃系のみという暗黙の了解もあり、機動系の残白刀を持つ者は軽蔑される。古来より、剣八の名を継いだ死神が隊長を務めるという習わしがある。大使たちと気が合うのか、一守るは、トロレーテイに来た時はちょくちょく11番隊の大社に顔を出している。 110年前の副隊長は、ポスターにも姿はなく不明。千年決戦編では、キャンディス、ジゼルリルトット・ミニーニャによって、多数の犠牲者が出た。隊長は、技術開発局の局長も兼任している。隊長同士の仲が悪いこともあって、11番隊とは、仲が悪い。ただし、県8の艦隊製作や、一角の漫字会の技似的な修繕を行うなど、 全く交流がないわけではない。千年決戦編では、ペペやシャズドミノによって、技術開発局から多数の犠牲者が出た。決戦後の副隊長は、アキンが務めている。大使同士の結束が固く、暖かい台風。千年決戦編では、ハッシュバルトによって、多数の犠牲者が出た。二十三話では六千名を超えると書かれており、例、王守新大戦後は、 この約半数が死亡。2011年6月9日に卵巣癌で生去。学生時代は隠れていなかった。死神図鑑では睡眠さえもやめようとしていた。また、こまぶりでも自分の身長が伸びることに対して悩みがあることを発言し、高層ビルよりも高くなっている自分を想像して悲しんでいた。空振りによれば父親に 我々の食べ物でないと教えられたため、実際に、東ズマとの戦いでは、速度と攻撃力で翻弄された上に藍染目には、駒村自身が、万字会ごと一瞬で倒されており、東線マからは、不便な万字会と称された。経落性を名乗っていないのは、父親の死後に、母親が、元の遺跡に返された後に亡くなり、遺跡の親戚であった。 老夫婦に引き取られて育ったためである。五十三巻での恋次の発言より、アニメではこのセリフはカット。まだらめ一角でさえ、このことを聞いた時には織姫に同情していた。アニメでは、大前田のことは、マレリン。小説やゲームでは、ルキアのことはルキー。これは、彼の流儀でもある。破面編にて、万字会を破損した際、その修復を行った。 マユリたち技術開発局の局員には知られている。そのため千年決戦編では、マユリが口を滑らせる形で一守るも知ることになる。マダラメ一族は竜魂以外で切った発達を繰り返していたため、親が次々と死んで親戚をトライ回しにされたため、一角や死の自身正確な関係がわからなくなっている。小説版、ブリーチキャントフィアイアオンワールドアイより、 ありがとうございます。